アイラスセミナーの、フィジカルコンピューティング入門という科目を担当しています国際高等教育院の北です。今日は、2018年度の作品の発表会をします。で、このフィジカルコンピューティング入門という科目では、組み込みコンピューターアルドインドというちっちゃいコンピューターにセンサーやアクチュエーターなどの電子部品、回路を接続して、で自由な発想で外界と関わるコンピューティングという作品を作ってもらっています。これまでの授業の展開ですけど、4月の12日にスタートして、前半学生の皆さんプログラミングも電子回路も経験初めてっていう人も多いので、アルディーノのプログラミングであるとか電子部品回路の接続の基礎勉強を前半でしてもらいました。で、後半ですけど、各チームごとにどんなものを作りたいかってアイデア出しをして、部品の使い方を勉強し、作品としての組み上げをしてもらいました。で、今回は試験の明けてからのプレゼンテーションをしたいという希望で、今日は8月2日が発表会となっています。